東京男子図鑑は東京カレンダーの公式サイト内で2019年9月14日から11月16日まで11回に渡り連載された日本の小説。慶應義塾大学に入学したことを契機に千葉から上京した主人公が東京での生活の中で周囲の人々の欲望や裏切りに翻弄されれ等間に苛まれながらものし上がり生き抜いていくために奮闘した反省を 改装形式で描く。竹財照之助を主演とするテレビドラマが日中共同で制作され、2019年12月から中国などアジアで先行配信の後、2020年5月から関西テレビ放送で放送された。日中共同プロジェクトで制作され、2019年12月24日から動画共有サイトビリービリーで中国などアジアで 先行配信の後、2020年5月1日から、毎週金曜0時25分0時55分に、関西テレビ放送の関テレドラマラボ枠で放送された。放送後は TVer 等で見逃し配信、Amazon プライムビデオなどで過去放送分が配信された。全10回。主演は、竹財テ之介、監督は、ドラマ、デザイナー渋井直人の休日などを手掛けた。 松本かなが務める。2017年に Amazon プライムビデオで配信された東京女子図鑑が日本国内のみならずアジア全土で共感を呼び、特に中国では北京女子図鑑、上海女子図鑑としてリメイクされるなど人気を博した。アジアの視聴者から男子版も見たいという要望が数多く寄せられたことから東京女子図鑑のプロデュースチームが再結集し、 東京男子図鑑の制作が決定した。また、中国の動画共有サイトビリービリーの企画への賛同により、日中共同でのプロジェクトとなった。5月1日からカンテレ動画2ビール、アマゾンプライムビデオ FODUNEXT DTV、DMM ギャオ、ストア光 TVJCOM オンデマンドビデオパス、ミルプレス、スマートパスプレミアム Google プレイ YouTube、楽天 TV、 ビデックスビデオマーケットアクトビラクランクインビデオで配信開始。5月4日からツタヤ TV で配信開始。ありがとうございます。